はい、こんにちは。今回はね、ノンアル気分ということで飲んでみたいと思いますね。ノンアルコールでございますのジンライムテイストというものでございますね。ではジンライムテイスト飲んでみたいと思いますね。うん、確かに、まあ3、4年ぐらい前ですかね、ノンアルコールっていうのが流行ってね、最初ノンアルコールビールっていうのが出てから、それから徐々にノンアルコールのカクテルとか、まあそういったものが流行ってきてね、まあこれもカクテルじゃカクテルかな、ノンアルコールのね、前は別のやつ紹介したんですけど、今回はライムというわけで。うん。まあライムも、メロンじゃないや。ライムのこの酸っぱい、独特な味わい、まあ私はライムそのものはご遠慮願いますということであまり好きじゃないんですけども、まあライムのスティームのね、ライムスティーの香りと味わいは非常に良くて、これはこれでいいなっていうふうにね、思いますね。なかなかのじわじわっとした味わいと香り、そしてコクがなかなかいいなというふうに思いますね。ライムの酸っぱみと、でもこれ果汁が 1% なんですね。だから他のほとんどは砂糖とかそういったものなのかなって感じですけども、まあなかなかいい味わいを出してるなっていうふうに感じましたね。というわけでどうもありがとうございました。